アナログサイエンスフィクションファクトはアメリカの SF 雑誌。2011年現在、このジャンルでは最も古くから出版され続けている雑誌である。アメリカ合衆国で1930年、アスタウンディングストーリーズとして創刊した、いわゆるパルプマガジンの一つである。その後、何度か紙名が変更されており、主なところを列挙すると、アスタウンディングサイエンスフィクション。 アナログサイエンスファクトフィクションといった使命があった。1992年11月、ファクトフィクションの部分が、フィクションファクトに変更された。国際宇宙ステーション内のライブラリーにもある。1930年以来3回の再生を経験しており、このジャンルの歴史において最も影響を与えた雑誌とされ、今も定番の雑誌とされている。 アスタウンディングサイエンスフィクションとして、ジョン・ W ・キャンベル編集長の下で雑誌としての新たな方向性を打ち出し、SF というジャンルの方向性にも大きな影響を与えた。キャンベルの編集方針が、アイザック・アシモフやロバート・エイハインラインの経歴に影響を与え、1950年5月にはエルロン・ハワードのダイアネティックス理論を紹介したこともある。アナログは、 新人作家をよく発掘しており、1970年代には、オースン・スコット・カードや、ジョー・ホールドマン、1980年代には、ハリー・タートル・ラブやティモシー・ザーンや、グレッグ・ベア、1990年代には、ポール・レビンソンなどがデビューしている。SF 黄ン時代と呼ばれる時代を築いた雑誌であり、E.E. スミス、シオード・アスタージョン、アイザック・アシモフ、ロバート・エ・ハインライン、 A.E. Van Bokt, Le Star d H.P. ラブクラフトといったその頃の主要 SF 作家の作品は何度も増刷されてきた。アスタウンディングは SF の科学技術的側面に焦点を当てた。作家ジョージ・ r ア,アル・マーティンは手堅く、高質で、科学的に厳密で、おそらく若干ピューリタン的という評判だったと記している。1926年、ヒューゴ・ガーンズバックが 世界初の SF 雑誌、アメージングストーリーズを創刊した。ガーンズバックはそれまでも、モダンエレクトリクスや、エレクトリカル・エクスペリメンターといったホビースト向け雑誌に SF 小説を掲載していたが、SF 専門の月刊誌を刊行できる程度日記は熟したと考えて決断した。アメージング誌は大いに成功し、まもなく10万部の大台に乗った。いくつかのパルプマガジンを出版して、 成功を収めていたウィリアム・クレイトンは、1928年にアメージング詩と競合する雑誌を創刊することを検討し始めた。クレイトンの下で編集者を務めていたハロルド・ハーシーによれば、クレイトンと疑似科学ファンタジーものを創刊する計画を議論したという。クレイトンはまだ消極的だった。翌年、クレイトンは新雑誌創刊を決意する。決断の主な要因は、 クレイトンの雑誌のカラー表紙の印刷シートに空きがあったからだという。クレイトンは新たに雇った編集者、ハリー・ベイツに歴史冒険小説の雑誌を創刊すると示唆していた。ベイツは SF パルプ雑誌、アスタウンディング・ストーリーズ・オブ・スーパーサイエンスの創刊を提案し、クレイトンが同意した。アスタウンディング誌は当初パブリッシャー、エス・フィスカル・コーポレーションから出版され、 1931年3月に同社がクレイトンマガジンズとなった。総刊号は1930年1月号で編集長はハリー・ベイツである。ベイツは単純な冒険小説的な方向性を試行し、科学的要素は最もらしさを提供する最低限のものだけを要求した。クレイトンはアメージング誌やワンダーストーリーズ誌より原稿量を高く設定したため、 アスタウンディング誌には、7日寄ったパルプ作家、マレー・ラインスター、ビクター・ルソー、ジャック・ウィリアムスンらが寄稿した。1931年2月、当初のアスタウンディング・ストーリーズ・オブ・スーパーサイエンスという誌名を縮めて、アスタウンディング・ストーリーズに変更している。この雑誌は収益を上げていたが、世界恐慌がクレイトンに打撃を与えた。通常、出版社は、 印刷会社に3ヶ月後に支払いをするが、1931年5月に金融引き締めが始まると、この遅延を縮小させようとする圧力が働いた。財政難のためクレートンは、複数ある雑誌を隔月間などにして、毎月の出版コストを削減しようとした。結果として、アスタウンディング氏も1932年6月号から隔月間となった。印刷会社が、 支払いの滞っている雑誌を買い取るという動きが出始め、クレイトンはそれを阻止するために逆に印刷会社を買い取ることを決めた。しかし、クレイトンは買収資金を集めきれなかった。そのため1932年10月、1933年1月号を最後にアスタウンディング紙を廃刊することを決意する。 1933年になってみると、現行の在庫と印刷するのに十分な紙があったため、クレートンは1933年3月号の刊行を決め、それを最後とした。4月にはクレートンは破産し、雑誌タイトルを売りに出し、最終的にアスタウンディング誌は、ストリートスミスというしっかりした出版社が買い取ることになった。ストリートスミスにとって SF は、 全く新たな分野というわけではなかった。1931年には、ザ・シャドウでこのジャンルに参入して30万部を売り上げるまでに成功し、1933年3月から、ドック・サベジ氏も創刊している。同社は、クレートンで、クルーズの編集長を務めていたエフ・オーリント・レメインを、アスタウンディングの編集長に迎えた。同じくクレートンから来たデズモンド・ホールが、 副編集長となった。というのもトレメインは、アスタウンディングだけでなく、クルーズとトップノッチという雑誌の編集長も務めていたためで、実務はホールが行い、内容に関する最終判断は、トレメインが行うという形態となった。ストリートスミスによる発行は1933年10月号からだが、 新編集チームの名が奥付けに登場するのは1933年12月号からで、ある。ストリートスミスの優れた流通網により、アスタウンディング氏は1934年中頃には、推定50万部にまで成長した。当時の競合 SF 雑誌は、ワンダーストーリーズとアメージングストーリーズだが、どちらの発行部数もアスタウンディングの半分、程度だった。 1934年末には SF 会をリードする雑誌となっており、ページ数も160ページと最大で一部20セントと安価だった。原稿料は買取時点で一後1セントであり、クレートン時代よりは低かったが、他紙に比べればマシだった。1934年、ホールは新創刊する高級雑誌シマドモワゼルの編集長になり、アスタウンディングの副編集長には、 RV ハッペルが就任した。トレメインは従来通り編集長として内容をコントロールしている。作家フランク・グルーバーは、ジデン・ザ・パルプ・ジャングルで、トレメインの作品選択作業について、次のように言及している。原稿が入ってくると、トレメインはそれを積み上げてある原稿の上に載せた。こっちの山はクルーズ向け、そっちの山はアスタウンディング向けという風に分けてある。 それぞれの雑誌の締め切り2日前、トレメインは原稿を読み始める。山の一番上から読み始め、その後に掲載する文が決まるまで読み続ける。そこで公平を期すため、トレメインは残った原稿の山をひっくり返し、翌月は前月にそこにあった原稿から読み始める。グルーバーは、原稿の山の中ほどにあるストーリーは、トレメインが読むまで何ヶ月もかかるだろうと指摘している。 結果として執筆してから掲載されるまで18ヶ月もかかったこともあるという。1937年、トレメインの昇進が決まり、後任にはジョン・ W ・キャンベルが就任。キャンベルは1930年代初めから作家として活動しており、スペースオペラはキャンベル名義、より自然的な小説はドニエース・スチュアート名義で発表していた。 1937年10月にストリートスミスで働き始めたのでキャンベルの影響がアスタウンディング市に現れ始めるのは1937年12月号からである。1938年3月号からキャンベルが正式に編集長となった。1938年初めには会社の体制が変更され、 1938年5月1日にはトレメインがリストラされてストリートスミスを去りキャンベルが自由に編集できる環境が整ったキャンベルがまず変えたことは使命で1938年3月号からアスタウンディングサイエンスフィクションに改称したキャンベルは SF 小説のより遠熟した読者をターゲットとする編集方針を採用したため アスタウンディングストーリーズでは内容にそぐわないと考えたのである。その後、表紙ロゴのアスタウンディングを目立たなくし、サイエンスフィクションを強調するようにしたが、1939年に同名の新雑誌が登場した。そのため、アスタウンディングを取り去ることはなかったが、サイエンスフィクションよりも目立たない色で印刷することが多かった。 1942年には一部25セントに値上げし、半径も大きくしたが長続きしなかった。1943年には6号にわたって、アスタウンディングがかつてのように大きく表示され、1943年11月号からは SF 雑誌で初めてダイジェストサイズの小さい版型を採用し、内容量を保持するためページ数を増やした。 価格は25セントで据え置かれている。1948年、ストリートスミス社は、同社のすべての雑誌の発行を停止したが、アスタウンディング誌のみが例外として存続している。1951年8月、一部35セントに、値上げ。1950年代後半にも値上げが必要な状況が明らかとなってきた。1959年、 値上げで部数が低下するかどうかを調べるため、一部地域で50セントで販売する試みがなされた。その結果部数には影響しないことが分かり、1959年11月号から値上げしている。翌年、キャンベルはついに使命からアスタウンディングを取り去ることに成功し、アナログサイエンスファクト、サイエンスフィクションへと解消した。 この解消は1960年2月号から10月号まで徐々に行われ、表紙のロゴは A がまず描かれ、スタウンディングが徐々にフェードアウトしていき、代わりにノローグが浮き出てくるように変化していった。第二次世界大戦が勃発すると、アスタウンディング紙をイギリスで売ることが不可能になった。アーサーシークラークによれば、戦争により、イギリスの政府当局は愚かにも、 苦労して稼いだドルをアスタウンディングのような低俗な雑誌に費やすよりもマシな使い道があるとして同志を販売停止させたという。クラークは幸運にも友人の作家ウィリー・レイから迷子を送ってもらっていた。しかし、イギリスの SF ファンの多くは1945年に解禁となるまでアスタウンディング誌を読めなかった。1959年8月。 コンデナストパブリケーションズがストリートスミスを買収したがアナログ誌の奥付けにそれが反映されたのは1962年2月号のことである。アナログ誌はコンデナストが出版する雑誌の中で唯一ダイジェストサイズだった。コンデナストは大きな半径を生かした広告フォーマットを採用していたため、 アナログ紙もそれに合わせるため1963年3月号から大きな半径に変更した。表紙と裏表紙は光沢紙に変更した。しかし、それで広告が多く集まるようになったということもなく、1965年4月号からダイジェストサイズに戻すことになった。部数は伸び続けていたが、半径を変更した際も特に影響はなく、伸び続けている。 1971年7月キャンベルが亡くなったが、同年末までは残ったスタッフで、編集可能な程度の原稿がストックされていた。アナログ誌は制作コストがかからず、利益を上げていたため、コンデナストは、それが最高の SF 雑誌だとは認識していたが、ほとんど注意を払っていなかった。コンデナストは、キャンベルの助手だったイタラントに、公認の編集長を探すことを依頼、タラントは、 関係方面を当たった。著名な作家たちは様々な理由でその仕事を断った。ポール・アンダースンはカリフォルニアを離れたくなかった。ジェリー・パーネルも同じで同時に給料が安すぎると感じていた。ハリー・ハリスンは生前のギャンベルから公認の編集長として就任を打診されていたがニューヨークには住みたくないと思っていた。フレデリック・ポール、レスター・デルレイ。 クリフォード D ・シマックにも打診があったという噂があるが、シマックは否定している。コンデナストの担当副社長は、アナログ誌の氏名に、サイエンスフィクションとサイエンスファクトが含まれていることから、候補者の書いたフィクションとノンフィクションのサンプルを読んでみて、新編集長を決めることにした。そして唯一フィクションもノンフィクションも理解できた候補者、ベン・ボーバを選んだ。 1972年1月号から、ベン・ボーバの名が奥付けに記載されている。キャンベルの突然の死からのスムーズな移行のため、ボーバは5年間編集長に泊まることを計画していた。給料が安すぎるため、長く泊まる気はなかった。1975年、ボーバはコンデナストに対して、新雑誌トゥモローマガジンを提案。これは実際の科学技術を中心とし、 SF 小説も若干扱うというスタンスの雑誌だが、コンデナストはこれに興味を示さなかった。当初予定していたよりも若干遅れたが、ボーバは1978年6月に編集長を辞め、公認としてスタンレー・シュミットを推薦した。シュミットが編集長となったのは1978年12月号からだが、ボーバが事前に買っていた原稿はそのまま使っている。 ボーバは1973年から1978年まで5年間にわたって9号賞編集者部門を獲得している。1980年、コンデナストアナログ誌をデイビスパブリケーションズに売却。防具などを主力としているコンデナストの中でアナログ誌は浮いた存在だった。デイビスはアナログ誌のマーケティングにも積極的だったため、シュミットは この売却が良い方向に働くだろうと考えた。ニューススタンドでの売り上げが低下し、予約購読がそれを保証するほど伸びなかったため、1970年代から1980年代にかけて部数は減少している。1980年の発行部数は10万4000部で、そのうちニューススタンドでの売り上げは4万5千部である。1983年には、 発行部数が11万5千部に達した。1981年、月間から4週間ごとの発行に切り替え、年間13号を発行するようになった。1990年の発行部数は8万3千部で、そのうちニューススタンドでの売り上げは1万5千部である。1992年、デイビスはアナログ紙をデルマガジンズに売却した。 デルマガジンズは後にペニーパブリケーションズに買収された。1996年には月刊に戻り、さらに翌年には年間11号の発行とした。2004年には1、2月合併号として、さらに年間発行回数を減らしている。シュミットは1980年から2006年まで27回連続で9号賞編集者部門に、 2007年から2013年まで7回連続で同賞の短編編集者部門にノミネートされたが2012年まで一度も受賞せず2013年に初めて受賞した2013年のワールドコンでは長年の編集業における功績を称えられて実行委員会から特別賞を授与されたシュミットは2012年8月に編集長退任を発表した 2013年4月からトレバークアクリが編集長を務めている。アナログ誌は毎年年間のベスト小説、記事、イラストを読者投票で決めている。この賞を受賞した作家が9号賞を受賞することが多い。1983年には11万5000部だったアナログ誌だが2011年には2万6493部にまで減少している。しかし、 デジタル版の販売数が伸びており、過去2年間は発行部数が若干上昇に転じている。初期のアスタウンディングは冒険志向の雑誌で科学教育への関心は全くない。表紙はパルプマガジンらしいイラストで、例えば総刊号は巨大昆虫が男を襲おうとしている場面だった。掲載されている小説の質も非常に低く、ベイツは 実験的なストーリーを受け付けず、常に、モンキリ型のプロットだった。SF 歴史家のマイク・アシュリーはベーツを、SF の理想の破壊者と評した。この時期のアスタウンディングに掲載される予定だった、歴史上重要な作品として、E.E. スミスの、三惑星連合がある。1933年3月号から、連載予定だったが、戦術した、財政問題から掲載できなかった。 クレートンからの最後の出版となった1933年3月号の表紙は三惑星連合のイラストとなっているが、掲載はされていない。ストリートスミスがアスタウンディングを買い取った時、クレートンのもう一つのパルプマガジンストレンジテールズも再立ち上げする計画で、そのための原稿の買い入れも行っていた。ストレンジテールズは中止となったため、それらの作品は、 アスタウンディング1933年10月号に掲載された。この号と次の号では平凡な出来だったが12月号でトレメインは異なった発想を編集方針として表明し使い古された冒険者よりも独創性と自由な発想を重視するとした。この方針はトレメインと副編集長デズモンド・ホールが話し合い既存の SF 雑誌や SF 的アイデアをよく 使っていたザ・シャドウのようなヒーローものパルプマガジンとは一線を隠したアイデンティティをアスタウンディングに与える試みとして採用したものである。初期の異なった発想の作品はそれほど独創的ではなかった。アシュリーはナット・シャックナーの短編アンセストラルボイセズについてはシャックナーのベストではないと評し、ドナルド・アンドレイの巨像についてはアイデアは 新しくないがエネルギッシュな筆致だと評している。その後、トレメインは他の編集部には拒絶されると思われる作品を快く掲載していく姿勢を明確化させていった。また、小説のための新しいアイデアを刺激する試みとして、チャールズ・フォートの頂上現象を扱ったノンフィクション、ミオを1934年4月号から11月号まで8回に、 渡って連載した。1934年は小説の面でも当たり年となった。4月号から連載開始したジャック・ウィリアムスンの宇宙軍団はスペースオペラの古典とされている。マレーラインスターのジノアキミチは歴史改編 SF の古典とされている。C.L. ムーアのザブライト・イリュージョン、ジョン・ダブル・キャンベルの白母なども傑作に数えられる。白母は キャンベルのそれまでのスペースオペラよりも文学的かつ指摘でトレメインは他の作家にそのような作品を書くよう勧めた。例えば1934年12月号に掲載されたレーモンド・ゼット・ガランの火星人774号はそのような作品の一つだが大いに人気となり続編サン・オブ・オールド・フェイス・フルを1935年7月号に掲載することになった。 アスタウンディングの読者は他の類人の雑誌よりも白色で年齢層が高く表紙イラストにもそれが反映されている。同時期のワンダーストーリーズやアメージングストーリーズに比べると地味なイラストになっている。1935年末までにアスタウンディング誌は SF 雑誌界のリーダーに踊り出た。トレメインはジャンルの境界にあまりこだわらずに掲載作品を決めており、 HP ラブクラフトの狂気の山脈にてを1936年に連載することにもつながった。さらに1936年6月号にはラブクラフトの長時間の影を掲載したが SF 純粋主義者からの抗議もあった。しかしトレメインはあまりにも多忙だったため当初設定した高い水準を維持できたのは最初の2、3年だった。ジャック・イリアムスン マレー・ラインスター、レーモンド・ゼット・ガラン、フランク・ベル・ナップ・ロングといった常連作家の気候は信頼できたが、トレメインが原稿を読むのがあまりに遅いため、新しい作家は落胆することが多かった。トレメイン時代の後半に登場した新人作家としては、ロス・ロクリン、ネルス・ン・ボンド、エルス・プレーグ・ディキャンプがいる。ディキャンプのデビュー作は1937年9月号のザアイソリンガルズである。 キャンベルは1937年10月にストリートスミスに雇われたがアスタウンディングの編集を完全に掌握するのは1938年5月号からである。しかしそれ以前にもいくつか新しいことを導入している。1938年1月号ではインタイムズツーカムと題して事後掲載作品の簡単な紹介を始め3月号では ザーナリティカルラボラトリーと題して、読者アンケート結果を集計して、各作品の評価順位を発表し始めた。当時の原稿料は151セントだったが、キャンベルは、ストリートスミスに掛け合い、アンケートで1位になった作家には、ボーナスとして150.25セントを追加で、支払うという得点を獲得した。キャンベルは、大人の読者を引きつけるため表紙イラストも変えようとした。 ストリートスミスバガスタウンディングのほとんどの表紙はハワード・ V ブラウンが描いていたので、キャンベルは彗星から見た太陽の天文学的に正確な絵を注文し、1938年2月号の表紙に使った。他にも、チャールズ・シュニーマン、ユベール・ロジャースといったイラストレーターを新たに使い、特にロジャースは1939年9月号から1942年8月号まで、 4号を除いてすべての表紙を描いている。トレメインはいくつかのノンフィクションの記事も掲載しており、その中でキャンベルは1936年6月号から1937年12月号まで18回連載の太陽系に関するエッセイを書いていた。キャンベルも小説のアイデアを提供する目的でノンフィクションの記事を連載した。ノンフィクション記事を書いていたのは、 ロバート・エス・リチャードスン、エルス・プレーグ・ディ・キャンプ、ウィリー・レイといった作家である。黄金時代キャンベルが編集者としてジャンル全体に大きな影響を及ぼしたことから1938年から1946年までの期間を一般に SF の黄金時代と呼ぶ。編集長となってから2年も経たないうちに後に SF 界の大物となるような数々の作家の 作品を掲載するようになった。例えば既存のエルロン・ハワード、クリフォード・ディー・シマック、ジャック・ウィリアムスン、エルス・プレーグ・ディ・キャンプ、ヘンリー・カットナー、シー・エル・ムーアといった作家は、アスタウンディング歌詞舞詞のアンノーンの常連となった。また、アスタウンディングでデビューした新人作家としては、レスター・デルレイ、シオード・アスター・ジョン、アイザック・アシモフ、エ e イー・バン・ボークと、ロバート・エイ・ハインラインがいる。 キャンベルは作家にアクションと興奮をもたらすことを要求したが、同時に SF というジャンルの早くからの目の肥えた読者にもアピールするストーリーを要求した。彼はまた未来の雑誌に SF でない物語として掲載されているような作品を要求した。未来の雑誌であるから、その読者は普段の生活について細かな説明をされる必要がない。 すなわちキャンベルは、ストーリーの中にテクノロジーを自然に導入する、方法を探すよう作家に要求したのである。1938年4月号には、デルレーのデビュー作ザ・フェイスフル h とディ・キャンプの2作目ハイパーパロシティが掲載されている。その次の号から連載を開始したジャック・ウィリアムスンの、工事軍団について、作家で編集者のリンカーターは、おそらく単独の冒険者としては、 SF 史上最高と評している。6月号には、ディキャンプはノンフィクションの記事ランゲージフォータイムトラベラーズと、ハバードの初 SF 作品ザ・デンジャラス・ディメンションが掲載されている。ハバードはそれ以前にパルプマガジンに大衆小説を書いていた。同号には、シマックのルール18も掲載されている。シマックは1931年に SF 作家となったが、1年後に、 SF から手を引いていた。それを再び SF 界に呼び戻したのはキャンベルである。次の号にはキャンベルの代表作、影が行くとカットナーのザ・ディス・インヘリテッドを掲載。カットナーはその数年前から他詞で活動していたが、アスタウンディングではこれが最初の作品である。10月号ではディキャンプがジョニー・ブラックという知性のあるクマを 主人公にしたシリーズの掲載を開始し、人気となった。その後 SF の市場は劇的に拡大し、いくつかの新雑誌が創刊した。例えば、1939年1月創刊のスタートリングストーリーズ、同年3月創刊のアンノーン、同年5月創刊のファンタスティック・アドベンチャーズ、同年12月創刊のプラネット・ストーリーズなどがある。 ワンダーストーリーズとアメージングストーリーズを中心とする競合他史はスペースオペラなど SF の黎明期からある使い古されたストーリーが中心だった。キャンベルは SF をもっと円熟した文学にしようとしたため SF 作家は自然に2つのグループに分かれるようになった。キャンベルの要求するような作品を書けない作家たちは他史に寄稿し続け、 キャンベルの方向性に適応した作家たちは主にアスターウンディング氏を中心に活動するようになった。市場が拡大したことはキャンベルにとっても有益だった。作家たちはボッツになることを覚悟でキャンベルに原稿を送り、ダメだったら他紙に寄稿することができた。1939年にはキャンベルに原稿を送ってみた新人作家が何人かデビューしている。 7月号の関東を飾ったのは、バンボークとの黒い破壊者である。同号には、アシモフの字の流れも掲載されており、これはキャンベルに売れた最初の作品だが、商業主掲載作品としては二つ目である。アシモフは、間もなくアスタウンディングの常連作家となった。翌8月号には、ハインラインの生命線、9月号には、スタージョンのエーテルブリーザーが掲載され、 どちらもデビュー作である。後の大御所となる4人の作家がたった3ヶ月間に現れたことから、1939年7月号を SF 黄金時代の始まりとする見方もある。スペースオペラの人気作家だった E.E. スミスは10月号からクレーレンズマンの連載を開始した。これは約2年前にアスタウンディング氏に連載された銀河パトロール隊の続編である。 ハインラインもすぐに、アスタウンディングの常連作家となり、次の2年間で、もしこのまま続けば、シックススコラム、メトセラノコラという長編3作品と十数の短編が掲載された。1940年9月号から、バンボークと初の長編、スランが連載された。これは、スーパーマンの話を、スーパーマンの視点で描くことはできないだろうと、キャンベルが、 バンボークトに問いかけたことが発端となって生まれた作品である。スランはキャンベルが手掛けた中でも最も人気となった作品の一つで、キャンベルが作家にアイデアを与え、自分が欲する作品を書かせる手法の典型例である。1941年7月号に掲載されたバンボークトの雑誌層は武器店シリーズの最初の一編であり、評論家ジョン・クルートは、 バンボークとの最も注目すべき作品だとしている。アイザック・アシモフのロボットものは1941年から形になっており、我思う、ゆえに、と、嘘つきが、それぞれ4月号と5月号に掲載された。これらの作品の着想の一部も、スランのように、キャンベルとの会話から生まれた。1941年9月号に掲載された、アシモフの、ヤライタルは、 アメリカで最も有名な SF 短編と言われている。同年11月号からは、スミスのレンズマンシリーズの3作目となる、第2段階レンズマンの連載が始まっている。翌1942年には、5月号に、百科自典編三社6月号に、市長が掲載され、アシモフのファウンデーションシリーズが始まった。ヘンリー・カットナーと CL ・ムーアは、ルイス・パージェット名義で、 アスタウンディング誌によく寄稿するようになった。さらに、新人作家として、ハルク・クレメント、レイモンド・エフ・ジョーンズ、ジョージ・オース・ミスらも常連となっていった。1942年9月号に掲載されたデル・レイの神経繊維は、原子力発電所での事故の余波を扱った作品で、アナリティカル・ラボラトリーでの読者投票で満票で1位となった数少ない作品の一つである。 1942年以降、ハインライン、アシモフ、ハバードといった常連作家が軍に参加したため、作品の掲載頻度が低くなった。残った中で中心となったのは、バンボークとシマック、カットナー、ムーア、ライバーといった作家で、彼らはハインラインやアシモフほど科学技術志向が強くなかった。そのため1945年に連載されたバンボークとの 比叡の世界のように心理学的思考の強い作品が増えていった。カットナーとムーアは酔っ払っている時だけ発明するという発明家、ギャローエイキャラハーを主人公とするユーモラスなシリーズを寄稿したが、同時にシリアスな小説も寄稿している。キャンベルは彼らにアンノーン氏でのファンタジーと同じような自由さで SF を書くよう依頼し、 その結果書かれたのが1943年2月号に掲載されたボロゴーブはミムジーであり、今では古典的名作の一つとされている。1943年に連載されたライバーの闇よ、つどえは科学技術が秘密にされ、一般大衆がそれらを魔法と認識している世界を描いた作品である。カットナーやムーアと同様ライバーもアンノーン氏にも寄稿していた。 戦後1940年代後半、サム・マーウィン・ジュニアが編集する、スリリング・ワンダーとスタートリング・ストーリーズは戦争中よりも、円熟味を増した作品を掲載し始めた。アスタウンディングはそれでも、業界をリードしていたものの、作家たちから見れば、唯一の寄稿先ではなくなっていった。しかし、新人作家のデビューの場としてはアスタウンディングが多史を、後押していた。 アーサー・シー・クラークのデビュー作、抜け穴は1946年4月号のアスタウンディング誌に掲載された。同じイギリス人作家、クリストファー・ヤドは1949年2月号のクリスマスツリーでデビューした。ヤドはペンネームのジョン・クリストファーでよく知られている。ウィリアム・テンのデビュー作は1946年5月号に掲載された、おとりのアレグザンダー。 H.B.M.Piper パパのデビュー作は1947年4月号に掲載されたタイムタイムアゲインである。こういった新人作家に加え戦争中に活躍した作家たちも相変わらず素晴らしい作品を寄稿している。例えば C.L.M.U.A. のヴィンテージシーズンジャック・ウィリアムスンの組み合わされたてバンボークとの非営の区靴 E.E. スミスのレンズマンシリーズの一編。 レンズの子供たちがある。キャンベルは1949年11月号でいたずら好きなユーモアのセンスを見せている。彼は読者の文学批評をよく掲載していたが、1948年11月号でリチャード a ・ a ホエンという読者からの1年後の未来の豪の作品批評という手紙を掲載した。キャンベルはこのジョークに乗り、その手紙に書かれていた作家に書かれていた通りの 題名の作品を依頼し、一年後に、それを実際に出版した。この号で、最もよく知られている作品としては、ロバート・エイ・ハインラインの、深淵がある。他の作品も当時の最高の作家人が書いており、アイザック・アシモフ、シオド・アスター・ジョン、レスター・デルレイ、A.E. バン・ボークと、エルス・プレーグ・ディ・キャンプ、天文学者のロバート・ S. ス・リチャードスンといった作家がなお、連ねている。 1950年代1950年頃になると、キャンベルの強い個性から主力作家と異世界を起こすようになり、一部の作家はアスタウンディングを去っていった。1949年にはファンタジーサイエンスフィクション、1950年にはギャラクシーサイエンスフィクションが創刊となり、アスタウンディングによる SF 界の支配は終わりを告げた。これ以降、一般には、 ギャラクシー氏が業界をリードしていったと見られている。さらにキャンベルが疑似科学に傾倒していったことも業界におけるキャンベルの評価を下げる原因となった。キャンベルはダイアネティックスの立ち上げにも深く関わっており、1950年5月号にはハバードのダイアネティックスに関する論文を掲載し、何ヶ月も前からそれをたびたび宣伝していた。 ダイアネティクスは1952年のサイエントロジーに発展していった。そしてギャンベルはその後10年間にわたってサイオニクスや半重力装置を擁護する立場を取った。またペーパーバックで書き下ろし作品として発表される小説が増えていき、アスタウンディングが最良の SF 作品を見出せる唯一の媒体ではなくなっていった。 歴史的に重要な小説や記事は1950年代でもアスタウンディングに多く掲載されている。しばしばベスト SF 短編と言われるトム・ゴドウィンの冷たい方程式は1954年8月号に掲載された。この小説はかつてないほどの反響を巻き起こした。編集長を務めている間、キャンベルはアスタウンディングという使命が内容と比較して極もの的あるいは 子供っぽいと感じていた。そこで1946年から表紙のアスタウンディングという文字を小さくして、サイエンスフィクションという文字を大きくしたが、それでも満足できず、1960年には雑誌名をアナログに変更したのである。1960年2月号から9月号までかけて、AA がまず描かれ、スタウンディングが徐々にフェードアウトしていき、代わりに、 のローグが浮き出てくるように変化させていった。諸子学者は氏名をアスフと略記することが多いが、これはどちらにも当てはまるようになっている。アンドという単語は時々疑似数学記号とも言うべきものに置き換えられた。この記号はキャンベルが作ったもので、二相似であるという意味だという。1939年8月から1963年8月まで、イギリスではアメリカとは、 かなり異なった版のアスフが販売されていた。このイギリス向けるプリント版は、ストリートスミスからライセンス供与を受けて、アトラスパブリッシングディストリビューティングカンパニーが出版した。イギリス版はアメリカ版の部分集合であり、新たに追加した部分はないが、アメリカ版の一部内容は削除されていることが多い。特に1953年10月号までのイギリス版は、 アメリカ版より明らかに薄かった。イギリス版はアメリカ版の3から4ヶ月前の号の内容を使っている。しかし、これは体系的に行われたわけではなく、イギリス版とアメリカ版の相互参照は非常に複雑である。さらに表紙イラストは著作権問題があるため、イギリス版ではアメリカ版を参考にして書き直している。一見すると同じに見えるが、 よく見ると細部が違う。アメリカ版と同様、イギリス版でもアスタウンディングからアナログへの指名変更は徐々に行われた。しかし、掲載内容にタイムラグがあるため、移行が完了したのはアメリカ版の数ヶ月後である。アスタウンディングがロゴから完全に消えたのは1961年2月号のことである。1963年8月号を最後に、 イギリス版は廃刊となり、その後はコンデナストパブリケーションズの発行したアメリカ版がそのまま輸入された。ありがとうございます。